ライブがただのパクリとかコメント欄書いてる悪口。貴重な時間を聞かせてくれてありがとう本当に。以前より全く向上心、気合を入れるため缶コーヒー飲んで向かってる太陽に、欲も楽も高級気、悪いことしてもダサいことはすんな。それでいて輝くこの文化、天才熊の巨人空間から作っているこの音声。